はい、あれあれもまあいいか、はい、OK、はい、こんばんは、こんばんは、すいません、お待たせしました、申し訳ございません。あ、ちなみにコメント見るタブレットがないぞはい、こんばんは、本日も始まりました、まゆちゃんちで女子会ですね、ゲーム女子会、ありがとうございます。イエーイ、今日も女子会、今日ね、なんかちょっと間空いてるんだけど、まあ、そこは後ほどご紹介するとして、はいはい、この番組ですね、私まゆがですね、MC としてやらせていただいております。毎回女の子をゲストに迎えて放送しております。トークとかゲームとか、うん、いろいろ、ね、1時間半ぐらいゆるゆるやらせていただいております。はい、ですね、ちょっと今日ゲストが気になるところなんですが、最初にですね、前回あの生電話、ゲーミーガールと生電話 の、 あの企画を発表させていただきましたので、当選者の発表と実際に生電話を先にやらせていただきたいと思います。お誰だ誰だ当選者はですね、スタッフさんが厳正な抽選を行った結果ですね、なんとカオくんさん、カオくんさんカオくんさんっていう形になってますけど、カオくんさんに決まりました。おめでとう、おめでとうございます。コメントのタブレットが来た、ちょっと出席取りましょうか、はい、カオくんさんです。で、白黒たいさん、りょうさん、つーぱるさん、まささん、うさぎさん、なりさん、トミーさん、かおくん、かおくん、さあ、寝起きだそうです、寝起き、エリックさん、とどめさん、まこさん、チップさん、さかのめさん、まささん、ししょさん、よしーさん、めっちゃかおくんがいるいらっしゃい、ありがとうございます。つーぱるさんはい、いらっしゃい、ありがとうございます。まさかの顔くんでみんな知ってますね、ありがとうございますということで、じゃあ電話早速したいと思います。お、はい、スタッフさんの、あ、もうかかってる、もうかかってる、かかってる、もうすでにかかってる、あ、そっから結構リアルな感じ、リアルな音が、あれ、こんにちは、もしもーすもしもーす、もしもし声が若い、思ったより声が若いぞ3分間ですよ。こんにちは、こんばんは、こんにちは、はじめまして、マジとどめちからディスられるじゃんかおくんさん、ありがとうございます、応募、ええ聞こえてます、めっちゃ緊張するってこれ今どんな体勢で電話しますか？そんな寝起きなの？普通に座ってるよ。座ってるよ。寝起きなのに座ってるんだ。なんかさっきうどんで歯抜けたとか言ってたけど。え、ちょっと待って。うどんで歯抜けたんですか？え？うどんで歯取れた。どういう状況？え、やばい。そんなご老人ではないよ、ね。完全に。ゆっくり昼飯食って取れたんだよ。え？お昼にうどん食べて取れちゃったの？前は？前から3本目ぐらい、あ、結構見えるやつ、やばい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 、結構見える、笑ったらちょっとやばいやつ、軽くなんかタビちゃんとかに聞きたいことありますか？あ、私なんですか、どっちかと電話、あ、やってくれるんですか、どっちも、ん、はい、もう一回言って、えもう一回、もう一回、緊張に、いや、大丈夫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 どうしたどうした、せっかく当選したので当選しなかった人の分もなんだいっぱい喋ってください、なんか聞きたいことあったら何でも言うよ、見たらみんな俺の範囲って言うなんか聞きたいことあったら聞いてください、ないですか、どこまでがいい、どこまで放送できるやつね、放送できる、生放送ですからご注意を、生放送できるぐらい、なになに、難しくない考えといてよ、考えといて、ちょっと何何何がいい、じゃあ逆に質問するよ、どうぞどうぞどん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 20? 20? おー、声が若いですね、声若い、うるせえ好きなゲーミーガール教えてください、好きなゲーミーガール、うん、今
告白して。やばい。え、今、うわ、つらい。好きな芸人がある誰ですか。告白しとけやろ。告白して早く。3、2、1。タクミルなら。私なの。ありがとうございます。ありがとう。ということで3分経っちゃった。ぜひ来たぜ。イエーイ。ありがとうカオくん。またね。終わりはさっぱりですね。はい、ありがとう。またね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。さあ3分あっという間でしたけど、はい、ね、終わりましたね。結局聞けたのは年と好きな芸人があるみたいな。全然すませんかったね、緊張してて。ちょっとあれですね。ね、歯取れたけどちゃんと喋れててよかったです。よかったよかった。じゃあ、こんな感じでね、ちょっとグダグダしてますけど、はい、でもありがとうございました。で、今日もですね、企画をいろいろ考えておりまして、早速、ここのゲストさんをお呼びしたいと思います。イエーイ！ゆきさん！どうぞー！わーい！で白猫テニスみんな3人ともちょっと初心者なんですけど、うん、やっていきたいなと、はい、はい、そういうところで最初にゲストの方にですね自己紹介をしていただきたいなと思います。はい、はい、どうぞ。ゲーム実況をやってますゆきと申します。普段ねゲームをしながら喋ったり喋、うんうん、るだけかあれやってます。動画をアップしてます。最近はちょっと声優にもね挑戦させていただいてますので、チェックしてください。これにツイッターフォローしてください皆さん。声優さんやられてるんですか。もう初めて。あ、すごい。でも初めて。いや。どんな役を。結構ツンツンした感じの可愛い感じになってて、お姉さんっぽいですね。デレっていうところなんですか。デレは今まだ出てきてない。出てない。出てない。楽しみ。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、で、ゲーミガールのはい、タピミルです。よろしくお願いします、はい、あ、終わり。音楽活動をしております、うん、そしてゲームもエンジョイジェでやっております、うん、タピオカミルクティーが好きなのでタピミルです、よろしくお願いします。ね、でも今日はカルピスウォーターですね。そこはタピオカとって飲んだとね喋れなくなる。最後にですね、私あの MC やっておりますまやと申します。漢字が苦手なので皆さん振り仮名を振ってコメントしてください。はい、よろしくお願いします。さっきあのねあのプレーの選手1ゲーム選手の選手が本当に読めなくどっち選手か先取りか分かんなくてスタッフさん騙されちゃったんだけど選手はい、あの振り仮名振ってください。お願いします。あの4月からこちらの番組やっておりまして、うん、で最近に3回目、今日3回目なんですけど、あのゲストをお呼びしてあの放送しておりますので、番組みたいな形ですね、今後も続けていきたいと思います。はい、はい、というところで今日は白猫テニスをプレイしたいと思います。はい、昨日おととい始めた、昨日始めようとして立ち上げただけで今日やっとおチュートリアルを。でもさキャラが ねそういいよ。そう、嘘いいのが出ました。なんで偽マラしました。1回だけ1回で出たの。昨日の行いがいいんだわこれは。いい子にしてたからね。サンタさんみたいなご褒美が。あのねイラストをね描いてきたんですよ。そこで。かわいい。だってカメラにアップしてカメラに。かわいい。見えるかな見える？見えるかな。ちょっと光っちゃってんな。あの白猫テニスだから猫。かわいい。かわいいけどちょっとなんか腕がめっちゃ。なんか怖い。今日描いてきたんです。腕が長いっすね。うん、なんか若干ちょっと首も長いっすね。思った通りの白猫テニスをイメージして。そう白猫テニスやるからと思って。やばい。いいですねこの顔でずっとねずっとこれでね、これでこうやって動くみたいな。これぜひね、キャラクター化していただきたいお願いします。ありがとうございます。やるんです。声やってます。いい。わあすごい可愛い。可愛い。ありがとうございます。じゃあね、今日はコロプラさんがリリースした白猫テニスね、はい、なんか1週間で200万人ぐらいもう使ってるみたいなんですけど、
やっていきたいなと思いますね、はい、ただやるだけだとちょっとつまんないんでね、うん、いつも通り罰ゲームをね、この番組ではやってるんですよ。はい、はい、3人で、なんだっけ、総当たり戦でやって、うん、負けちゃった人がちょっと罰ゲームやりたいなと思います、絶対負けたくない罰ゲームの内容はですね、目隠し当て、目隠し当てゲーム、目隠しして、こうやって触って何か当ててもらうっていうゲーム、怖い、まあ恒例のものなので、ちょっとね、何を触るかをね、ちょっとね、怖いよね。でそれ、何でもないです。それ当てたら、当てたらなんか当てても当てなくても、うん、まあ、もうそれが罰ゲームなので、あ、知らない、なんかさ、やばそうじゃないですか、触るもの罰ゲームって言ってるから。今までその罰ゲームは触る罰ゲームだったんですか？全然違います。例えば、うん、どんなのだったんですか？例えばカメラに向かって告白するとか、うん、好きな人に、そういうのだったんですけど、うん、ちょっと今回は物を買ってきて、うん、やりたいなと思って。大丈夫ですか？人死にませんか？やばすぎた。画面の奥の、ね、前の皆さんがちょっとね、うわってなるかもしれないんでね。え、うん、ちょっと映るとちょっとやばいかもしれない。え、怖い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 。で、私でちょっと何か知っちゃってるんで、もう負けたくないんですよ。あ、そうなの。じゃあ負けたくない。知ってて負けたくないってやばくない？負けたくない。絶対負けない、絶対負けない。でも怖い、キャラが星4だから怖い、頑張る、頑張るぞ。怖い、怖いよ。ということでね、ちょっとやりたいなと思います。こちらが白猫テニスです。音出てるかな、大丈夫かな、コメントも見てみようか、なんかありますかね。でね、事前にですね、ツイッターでゆきちゃんに質問を募集しておりましたので、ちょっとここでお答えしてもらおうかなと思います。楽しみ。ありました。こんな感じで結構、はい、来てますよ。あ、早速、なんで絵が上手いんですかってしかもこれ15分前につぶやいてるから、この見てないすごい、すごい、すごいタイミングの、なんで絵が上手いんですかだって。なんで、なんでそういう、うん、多分ゴッホかなんかの血が流れてる。ゴッホの血が先祖に、先祖にいるかもしれない。まさかの、ゴッホなんだ。ゴッホかもしれない結構やばい血が流れてる。さっきの風画的にちょっとなんかゴッホではない気がする。これから開花もっとしていくのかもしれない。そうかもしれないね。ひまわりとか咲かしちゃったりしてね。咲かしちゃう。ああ、そうかもしれない。咲かそうかな。今ちょっと、わかんなかった。わかるわかる、ひまわりの、ね。ゴッホの代表作だよね。うん、ね、あれ有名ですよね。え、ちょっと待って。怖い。わかんない。違う。ゴッホ、多分ゴッホだと思う。だよね。うん、だよね。怖い怖い怖い。違ったらね。違うって。まあ、違ったら違うからね。コメントね、はい。絵は、まあ、結構描くの好きなんですか？なんで笑った？なんでって。なんで質問、なんで質問なんでっておかしいよね。絵は結構、絵ですか？描くの好きなんですか？あんま描かないですねいや昨日たまたま生配信やっててその時にじゃあこの今遊んでるゲームのキャラクターの絵を描くよって言って、うんうんうん、で見てくれてる人にね、うん、視聴者さんにねプレゼントするよ、このノート丸ごとみたいな、おーおー選べないみたいな、太っ腹それでちょっとね、そうなんです、はい、結構好評だったんですね、絵の感じが、まあまあ、確かにこれちょっと独特な、うんうん、独特な作画ですけどなんかこういう T シャツ原宿とか売ってそうで、あとでなんか写真とか撮って ね、これグッズ化したいですね。グッズ化してぜひお願いしますあとはね、いろいろ来てますよ。初めてやったゲームなんですかって。初めてやったゲームは、うん、多分マリオとかじゃないですかね、横スクロールのゲーム、おー、うん、ピヨンって、あの昨日ウィーンってやつだ、うん、そうそうそうウィーンってやつだ、そうウィーンってやつ、ウィーンってやつ、そうそうそう、音、音ってなんだろうと思って、ウィーンってやつか、そうそうです、結構前から YouTube には上げてらっしゃいますよね、うん、もう5年とかですね、すごいすごい、なんか私最初の方見たら結構怖い系のバイオハザードそうやってました。怖いゲームが好きなんですか？好きじゃないけど、好きじゃないの、多分好きじゃないんだけど、でもバイオハザードはあれなんですよ、うん、反撃できるじゃないですか、逃げるだけじゃなくて撃てるから それがまあ大丈夫、それは戦えるか、そうか、そうか、そうか、逃げるだけじゃなくて、幽霊とかはもう絶対やりたくないですね、うん、いいこと聞いたな逃げるだけのは嫌だ、ちょっと怖い、ちょっと面白そうなゲーム探してください、ね、皆さんやっちゃうやっちゃうカットできますか
料理なんですかだって。料理できそう、できそう。一応しますけど、なんだろう、ハンバーグとか、ハンバーグとか、いいな、パスタとか、うん、かな。食べてみたい。いいな。みんなでお料理、ね、お料理会します。お料理会いいですね。いいですね。私あの黒いゲテモノ作ったりそうだったんですけど。いや料理難しい、うん、結構しますか。あ私、うん、あ、うん、だいたいします、だいたいします。忙しくないときはほぼ作ります。手作りで。わあ健康的。絶対しないでしょ。しいですね。私もしません。痛い。すごい、偉い。あ、中学高校の部活なんでした、うん、よくぞ聞いてくれました。おなんだなんだ。高校の時にテニスしてたんです。おこれは怖い。やばいやばいやばい。テニスの必勝法知ってるやつだ。怖い。だってもう全然ルール分かんなかったもん。私も全然分かんなくて、うんうん、ね、なんかサーブさ、うん、入らない時あるじゃん、打ってるのに。フォルト。そう、フォルトって何と思って。高すぎるとどうとか言って、なんこれみたいな。別に高すぎてよくない。高すぎんじゃんとか思って。ダメなんですか。いやなんか、うん、あの相手のコートの自分が立ってるところの斜めの手前の四角に入れないといけないんですよ。え、あ、そんなのあるんだ。そう、なんか線が引いてあるじゃないですか、うん、引いてある。あの、そこちょ、うん、隠れてるけど、うん、そう、手前、相手のコートの手前の四角で、しかも自分の対角線上に入れないといけない。え、そうなんだ。そう、そういうルールが決まってるんだ。そう、あ、そうなんだ。で、そこ2回失敗したら1ポイントなくなるんですよ。そうだったんだ。そうそう、何も知らずになんでダメになったんだろうと思ってた。そうそうそう、あとなんか、この一番端っこの方になんかあの1バウンドしかしない時とか、なんかアウトとか。あ、アウトなんだね。横のこの線はダブルスの時に使う線で、シングルスの時はここの内側に入れないといけないですよ。ダブルスの時はここまでプラス。ダブルスとシングルスはコートの枠が違うんだ。枠が違うんです。2人だとちょっと広めになる。なるほど。1人だったら狭いですよ。知らなかった。てかめっちゃ最高なんだ、ゲームよ。ちょっとね、すごい。勝つぞ。怖い怖い。ちょっとすごいいい質問。私めっちゃ怖くなってきた。どうしよう。やばいぞ。じゃあ最後に何かあるかな、うん、お、サラサラな髪の毛は普段どんなお手入れしてますか。お気に入りのシャンプーなどあったら教えてください。シャンプー、確かにサラサラ。いや最近、うんうん、そうだな、オイルがあるじゃないですか、うんうん、洗い流さないオイル、うんうん、あれで終わった後に、そうそうそう、うん、髪の毛が湿ってる時につけてドライヤーかけるみたいな、ああいうオイルを使うことが多いかな、うん、えらい。えらい。え、シャンプーは何使ってるんですか。シャンプーは今多分なんか安いやつ。あ、普通の。安いオイルにだけこだわるってことですか。そんなこだわってないけど。こだわってないけど。あ、そうなんだ。こだわってないけど。でもちゃんとオイルつけて、ちゃんとドライヤーで乾かして、うん、寝る。しますね。うん、えらい。乾かさない。私も自然乾燥だわ。そう、短いから、うん、大丈夫。そう、髪乾かすのめんどくさくて短くしたところはある。ああ、そう。でも今ボブ流行ってるからちょっとやりたいんですけど。おお、似合いそう。やりたいけど切ったらちょっと誰か分かんなくなっちゃうかなと思って。一応ロングヘアでね、やってるから。そうか、そうか。でもちょっとアップにするのは今日、うん、ね、なんか、そう、なんか珍しいんだよ。あ、あの、そうかも。うん、珍しいですね。うんうん、レアだ。レア、嬉しい。やった。スクショしたき、スクショ。皆さん、一回ね、あの、質問ありがとうございました。ちょっと全部聞けないんですけど、またね、来週もゆきちゃん来てくれるので、うん、ぜひぜひ、その時にでも。はい、ということで、白猫テニスをね、はい、そろそろやりたいなと、そのテニスをやってたというね、はい、実力を見せていただいて、え、ハンデつけようかなとか。怖い怖い、あまりにも強すぎたらちょっと考えましょう。あ、そうですね、キャラクターを、あの、イソシオン使わないとか。あ、いいですね。もし優しい、強かったら優しい。でもさっき私ね、スタッフさんが結構強くなってたから、うん、星4のキャラと交換してやらせてもらったんだけど、うん、なんか全然変わらないの。あ、そうなんだ、うん、変わらないか。これは多分テクニックの問題だと思います。あ、でもそれは大きいってなんか聞きました。じゃあなんかテニスが上手いよりゲームが上手いかどうか、うん、でもなんかあれやり方があるわ。こっちにいるときにこっちにボールやるとか、うん、そういう戦略を知ってそうなので。怖いよ。ちょっとやばいぞ。はい、先ほどね、お伝えした通りに総当たり戦という形になりまして、これ見えるかな、はい、こんな感じでね、うん、1対1対
で表がね、そう、うんうん、1ゲーム選手でやっていきたいと思いますので、でこれでどっちも丸がつけば罰ゲームの心配はないかな。やばいね、わー、怖い、負けたくない。最初じゃあ私のスマホ接続しているので私と一緒に、はい、うん、やります、私、うん、うわー、やりますか、やりましょう。じゃあ私がお部屋を作ります。はい、はい、あ、でもこれ映、大丈夫ですか、映っちゃわないです、うん、あ、そっか、うん、私が、そうだね、作りましょうか、そうしましょう、こっち、うん、で、これで作る、うん、はい、うん、かわいいブランちゃん、マールちゃんの話しててすごいリスマラったら速度制限かかりました。リスマラです、うわ、速度制限で、速度制限つら、つらい、よし、きた、やばい、緊張する、怖い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 、いいな、え、強いじゃん、絶対超かわいい。でもあんまり育ってないから どうかなって感じ。あ、じゃあ私からサーブ、サービスエース取るぞ。お、サービスエース、ほい、あ、お、いきます、よし、トーン、あああああ、まさかの、まさかの、落ち着いて、落ち着いて、嬉しい、そう、嬉しいぞ、ほい、はい、お、よ、あ、なさすぎて
ドリンク取りに行ってから定位置に戻るのにまた走っちゃうから、そうそう、あんまり意味ないときたまにあるんですよね。なんでなんでなんで返せるの？返せる返せる。私に負けた。そうだ。はい。おめでとう。危なかった、危なかった。勝った、勝ったぜ。ありがとうございます。次は私が、はい、コメント見ましょう。結構皆さんなんか、おーとか言ってる。あ、ノイズキラー。あ、ノイズ今ちょっと良くなった、良かった。すっごい汗かいちゃった。いいんですよ、全部脱いでも。いやだよな。よっしゃー、これはね、うん、もう今日ゆきちゃんに絶対罰ゲームしてもらいたいから、いやー見たい見たい、ね、やだちょっと私いつも負けるからさ、ちょっと今日はそう、おじいちゃんが当たったんだよね。私もリスマラ中おじいちゃんとかなんか男の人ばっかりで、ね、かわいい子がいる、そんな子性格ね、かわいい子いっぱいのに。じゃあ次私とタピちゃんやろっか、うん、はい、頑張れ。必然的にタピちゃんを応援したくなっちゃうかな。負けたくない。そうだよね。負けたくない。私ここで勝てば罰ゲームは逃れますので。どこに行くか。はい。うん、ああ。はい。で、2、4、6、9。OK。ゆきにゃん勝ったんだよね。勝ってないよ。負けたよ。あ、そうだよ。やばい。デッキ違うのでいっちゃった。まあいいや。あ、いいよそういうの、そういうミスいいよ、うん、やばい、なんかしょうもない、しょうもないの連れてきてる。全然星2なんで、星2と1かもしれない。ハピコー来てよ、とどめさん。あ、頑張る頑張る。なんかすごい可愛い男の子だね。よし、行くぞ。頑張れ。このサーブさ、赤いところで打つと、うん、あ、青、青の時、青の時にそう打つとかっこいいやつが決まる。決まる。なかなか狙えないですよね。そう、難しい。これは勝ったんじゃない？ほら、やっしゃーよ。さっきの戦いがあったぜ。もうね、もっと早く走れないの？とかお願い勝って。もっと早く走れないの？めっちゃ。そうだよ、こう勝たないと。タクちゃん、あ、ちょっとバビアさん、バビアさん、ちょっと、これはもうストレートラスですね。ちょっと、LINE の上ぐらいまでちょっと攻めてきたら無理だよ。行きます。もう体力ないし、ちょっと、ジャストは赤、赤がいいの？青じゃないんだ、赤か。ねえ、やばいやばい、ちょっと青で打ってたわ。やばい、マッチポイントでございます。ほう、早いじゃん。一応全然体力ないんですよ。困った時のなんか頑張ったけど、願掛けみたいな。願掛け、あ、やば、負けないからね。ほい、やばい、ホルト、ホルト、ホルト、あ、打ち返しちゃった。お、ジャスト、おお、赤なんだやっぱり。難しい。いや、もうこれ勝つ絶対。あれ、そうそう、意外と打ち返してきた。めっちゃ舐められてるね。打ち返してきた。よっしゃ、チャンスやで。パー、おっちゃん赤なんだね。おなんかダイレクトしちゃう。あ、届かない。やった、早くない？マジで。コメント読んでる間に勝負ついてきた。ちょっと完全勝利。ちょっとやばい。やばい。どうしよう。ちょっとデッキ組み直すわ。あれ？これはもう
私は逃れちゃったよ。逃れちゃったかも。でもなんか敗者復活みたいなのないのかな。もうね、もうどうにかしてでも勝ちたいっていう気持ちがもう。あれあれあれ、サピーにはマヨん表がわかんなくなってきた。ここが丸で、うん、ここが×、ここが丸で、うん、ここが×だ、うん、もうこれ表の意味が分かってなかったら、うん、意味が意味がないくっつけてる意味ないからでも私丸丸だもんね。丸丸、そうで、ここが丸丸になることは絶対ないから、二人が勝負して、うん、負けたら次でゲームだ。え、ちょっとやばいやばい、ちょっと待って、展開があまりにも早く進みすぎて、うん、尺がね、尺が今ちょっと私頑張ります。よし、はい、じゃあ今ちょうどデッキを編成してるってことで、編成するほど、あ、じゃあ私ガチャ引こうかな。あ、じゃあこれ入れ替えちゃいますね。いいですね、ガチャ。あ、これで繋がるんだ、すごい、うん、え、大丈夫かな。あースマホ切り替えは、うん、一回これは一回カメラオンリーにして、はい、そうそう、その間に、うんうん、なんか変なの切る、ちょっと待ってね。まあいいや、変なの出てるけど、切り替えのどうやってやるんだっけ。うんと、やってください、やってください。放り投げる。熱い、熱いですね。刺しましたよね。刺してます。はい、あ、しこちゃん、はい、じゃあちょっとこの間に米読みで、うん、いやー、熱くなるね、白猫テニスは。楽しい。私なんか熱くなりたかったな。熱くなりたかった。意外と熱くなりたかったな。おかしいな、なんか気づいたら終わってたな。コメントいっぱいありがとう、うん、いっぱい、本当何から読んでいいかわからないくらいいっぱい、ね、ゆきにゃんファイトと言ってもらってますよ。あ、ソーシックさんいらっしゃい。ソーシックちゃん、いやもう一回抜き差し、みんなゆきちゃん頑張れって言って、あ、本当に頑張れ、やばいやばい、罰ゲームしないから、しないからもうしないからになっちゃった。もうしないから、私の写真がすごい開いてた今。えっと、危ない危ない。いっぱい自撮りが自撮りが、ゆきさんの絵描くの面白いって、ゆきさんの絵描いてるのかな、まさきさんは。そういうことそういうことじゃないか。あ、でもなんか昨日私が絵を描い、うん、生配信中に絵を描いて、うん、すごいなんか画伯な絵を描いたところを絵描いてくれた人がいる。新しいんだけど、新しい画伯の絵までその方がすごい描いてくれたの。すごい上手に描いてくださってて、すごい、びっくりしました。それすごいね、嬉しいですね。嬉しかったです、すごい。その絵を似てました、ここの絵は。似てましたね。おお、そこまでリアルに表現する。リアルでした。自分はいい感じに写ってた。私見ます。あ、見たい見たい見たい。大丈夫かな、うん、接続され、あ、ポケモンを開いてる。ポケモンを開いてる。違うゲーム開いちゃった。うん、すごいなあ。これ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 、え、めっちゃ可愛い。本当だ、すごい。これめっちゃ似てるんですよ、私が描いてたの。ちょっとあの皆さんに見れないので、うん、あのゆきさんのいいねのところからちょっといいね、私が、うん、いいねしてるところからちょっと、うん、え、かわいい。超うまいですね。お絵かきの森とかあるじゃないですか、お絵かきクイズみたいな、うんうん、あれをなんかやってみたい。あ、それも面白いかも、お絵かきの森。まゆさん、絵描けるんですか。描けます。うん、うん、かけるんですか。あんまイメージない。かけます。嘘でしょ。やめといた方がいいよ。ちょっと今じゃあ設定してる間に、何の絵、マヨさんが想像する白猫テニス。何の絵、白猫テニス。あ、マジックの方が多分なんか太い。そうね、私がそのテニスしてる猫描いてください。わかりました。テニスしてる猫やばい。テニスしてる猫描いてください。猫はだいたいこういうね形になりますので、コメント読みます。あ、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 ちょっと白猫。白猫。来ない。来ない。なぜだ。でもちょうどいいぞ。尺がまだまだ。ちょうどいいぞ。しました。え、待って、猫ってどんなんだったっけ。ここにいるわ。ん？ん？ああ。携帯を変える。あ、変える。ちょっとこっちが映るかどうか。こっちが映るか。うん、
私は多分何回かこのパソコンでやってる。あれなんか犬になっちゃったんだけど。あれこうか。なんで。あこれだ。これで猫っぽい。スヌーピーに出てくる眉毛敵みたいな眉毛。え猫がテニスしてんだよね。ゆきにゃその呪いの紙人形が忘れられない。何紙人形。やべえちょっと。なんか、うん、紙で人形。カフェでそうあの。ペーパーのナプキンがあるじゃないですか、はい、あれであの呪いの藁人形を作って、怖い。なんでそんなことしてんの。本当はバレリーナを作りたかったんだけど、なんか気づいたら呪いになる。呪いの人形みたいになっちゃって。怖い、可愛くない。え、それはお店の中で。お店の喫茶店の、うん、あの紙のペーパー、紙のペーパーあるでしょ、うん、こう縦長くなるやつ、唇をこうね拭いたりするやつね。そう、それをビビって固めのね。そう、え、なんでそれそもそもバレリーナを作ろうと思ったんですか。なんか完全にパクってるでしょ、作画。超作画パクってる。いや、なんか手持ち無沙汰でみたいな。ああ、はい。あ、さなんかあれなんでだろうね。うん、入んなかったっす。なんか映んなかった。残念。じゃあ映んなかったそうです。私のは。じゃあタピーさんので。じゃあ私ので。あ、それ、うんうん、抜けちゃ、抜いちゃったよ。え、ちょっともう作画真似してるよ。腕の感じ一緒だもん。全然一緒。だってさ、後ろにちょっと映ってんだもん。あ、しかもなんかやだ。これはもう刺されるわ。大丈夫大丈夫。もうどこだわ。ちょっとよく着せよ。上から。あー、もう無理やり。無理やり結構無理やり。どう、人のことあまり言えない。でもなんか絵本に出てきそうなのんたんみたいな。いいじゃん、いいじゃん。眉毛があるの。え、わかんない。なんかね、眉毛とかないっけ。猫ないか。いや、猫眉毛ない。まあ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 、はい。ほら、可愛いじゃん。よし、OK。 よし、OK。 やっつけだな。で、繋がりました。無事に、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあね、最後、うん、最後じゃないや、最後じゃない、まあ、最後か。一応最後の、最後ですね。あ、最後早くない。ちょっとゆっくりめにやってもらっていいですか。わかりました。ゆっくりめに。時間がすごい。でも早くね、進んじゃいましたね。じゃあ私が、あ、はい、お部屋を作ります。タピミルさんに顔を押し付けているのは何ですか。1ゲーム選手。1ゲーム選手。1ゲーム選手。はい、で部屋を作る。はい、この番号で。はい。お、タピちゃんの絵を望んでいる人もいるんだ。ちょっとここから描きます。結構やば。あ、またタワー行っちゃった。もうコアラムさんいらっしゃい。あ、コアラムちゃん。リドラの絵も好きですだって。あ、あのモンスターフフフっていうゲームの、うん、あのかわいい、ね、最初に出てくるキャラクター、うん、なんだっけ、赤と、うんうん、水色と緑と最初に出てくる、うんうん、御三家みたいな、御三家の赤のこう描いたんだ。想像で描いたらなんかもうなんだかわかんないみたいな。なんだかわかんない。難しかった。見たらわかるけど。そう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 、見ないとわかんない。いいな、フランちゃん。よし、これは星さんの子。そうですね、星さん。星さんか。でもこれはさっき2、星2ばっかだったんで、うん、お、ついに来ました。みんなどっち勝つと思う。ちょっと予想をコメントしてください。いや、負けないよ絶対。これいい勝負じゃない。でもタピちゃんさっき相当良かったからね。あ、間違えた。間違えたの。ボルト。お、よし、自滅してくれないかな。ボルト、ボルト、ダブルボルトで。やばいぞやばいぞ。3、2、おおおおお、はい、はい、あれ、あ、ヒョロヒョロ。あ、やばい。ゆきちゃん負けちゃダメやで。だって負けないよ。あ、ちょ、痛い。やった。負けない。頑張ります。え、なんか必殺技はそのなんかボールが消えるみたいな。あー、うん、溜まるの大変な。あー、あ、嘘、どうしよう。おー、ゆきちゃんどうしたの。私ゲーム実況者なんで。やばい。まさかの、まさかの。やばいぞ、これは負けられないぞ。ゆきちゃん頑張って。頑張る。本当に尺的にももうちょっと引き伸ばしたい。あとペパしゃべい。やばい。腕が短い。腕短いよ。タピちゃん画面です、これは。はい、私の視点になってます、はい。スタミナの飲み物をまだ取ってあるのが
こう、うん、作戦なのかなと思って、ああ届かないですね作戦じゃなかったなんか置いてあったの忘れてました、私あそういえばあったわとか思う、そういえばあったわ、あキャラクター変えてきた、うん、はい、ゆきちゃんバラエティーを分かってるって言われてますね、分かってる、いいですねあちょっと待って、早い、頑張れってみんなゆきちゃんが勝つと思ってるかな、もしかしたらちょっとやめようやめよう、ちょっとそういうそういう暗示がねちょっとで、ね、負けを、ね、ちょっとね喋れない、ちょっとゆきちゃんゆきちゃん危ない、あちょっと いい勝負してます、いい勝負してます、いじけております、やばいやばいよ、なんかさ、うん、話しかけて邪魔しようと思ったけどやめた、ああ待って待って、デュースデュース、おデュースです、デュースがよく分かってないけれども、デュースっていうのは同点だね、同点、そう必ず2点差つけないと勝ちじゃないから、結構すごい長引く時ありますね、ある、おーあーチャンスだって、チャンス、いけスマッシュ、あああともう1点取ったらアドバンテ、何だっけ、アドバンテージ、アドバンテージ、全然用語が皆さん分かってないタピちゃん、タピコ負けるな、タピコはやればやるほど進化する、進化する、進化4 成長、あーしゃべる、ナインがあった、おーおーおー危ない危ない、なになになに、ちょっと本当にゆうちゃんが隣でずっと負けた、嘘じゃん、あれ、おっとおっとおっと、これはこれはお家帰りたい、お家帰りたいお家帰りたいあれマジか、これは、タピちゃんがバツバツ、タピちゃんがバツバツ、連敗ですね、あれの連敗ですね、罰ゲーム決まっちゃったでも、うん、もしかしたらお願いしたらマヨさんがもう一回やってくれるかもしれない、なんかじゃあやってもらおうかな何にしようかな、ピカチュウのモノマネちょっとなんないしなみんなタピちゃんに何してほしい、何でもやるって何でも何でも何でもやるってやばいよ怖いよ、いいねいいね、怖いな、何だろう、怖いな怖いな怖いな、ゆきちゃんもね耳ついてるんだもんね、そうでもかぶりたいけどね、うん、髪の毛がせっかくやってるから、モフってなっちゃう、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、なんもない、なんもない、顔なしみたいになっちゃう。これでいいよ。わかる、顔なし、わかる。え、かわいい。ね、それリアル部屋着ですか？リアル部屋着です。かわいい。女子力、女子力。すごいな。リアル部屋着ですか？違います。本当に家でそれ着てたらちょっと面白いよね。うん、あ、でもかわいい。基本的に。うん。うん、基本的にガボーっとしたやつ着てるんで、うんうん、スウェットとか、なんかあのなロング T シャツみたいな、あ、いいですね、巻き下着みたいな、うん、そうそう、ちょっと長めのやつを、うん、もうスンって着れるから、もう、うん、確かにいつもそんな感じです、ちょっとでもセクシーだね、うん、うん、いや、そうでもないです、なんか T シャツの長くしたやつだから、普通に、うん、そう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 、ゆきちゃんはこういう部屋着が多いんですか、うん、こういうのとか、普通のなんかパジャマ、赤ちゃんみたいになってるパジャマみたいなのとかも、うん、そう着る、あ、いいですね、これが女子力ですよ、女子力だな、狙いますですよ、あの 学生の時にさ、うん、なんか体育祭とか作るやつあんじゃん、 T シャツ、あー、はいはい、ずっとあれ着てる、私もまだあります、あれ、これリアル部屋着じゃなくて、いや、こんなの着ない、あって、なんかあれ捨てられなくないですか、みんなの名前書いてあるさ、文化祭とか文化祭の T シャツ、そうそうそう、捨てられないけどさ、家で着てるともうボロボロだよね、でも着るとこないけど捨てられないし、捨てられない、捨てられない、そうそうそう、みんな可愛いって言ってる、うん、毎日が文化祭ですよ、あ、そうだ、そうだ、タピちゃんに何か やってもらうんだった、忘れてた、あ、そうだ、いや忘れてよかったのに、なんだろうな、タピちゃん、うん、って書いてあるだけで何にもないぞ、いや、さっきね、あん、ゆきちゃんがタピコに告白するっていう罰ゲームはどう、うん、なんで急に私が罰ゲーム勝ったし見てたですよ、見たいだけ、見たいだけ、あれなんだ、他に何かあるかな、お、ん、
頭ごっつん。それさ、頭ごっつんってみんなが痛いんだけじゃん。どういうこと、どういうこと、謎なんだけど頭ごっつん。全力で可愛いセリフを、可愛いセリフ、彼氏に甘えてる風でお願いします。彼氏に甘えてる、彼氏に甘えてる風で全力で可愛い、どうしたらいいんだろう。全力であのググっていいですか。じゃあ全力でもう一回お願いしますって言ってください。カメラの前に、カメラに、カメラに向かって、はい、カメラに向かってもう一回お願いします。はい、そしたら私考えてあげます。考えるだけだ。うわこれ絶対考えるだけだよ。うわいっ ってらっしゃい。うわでもさ、ゆきちゃんも負けてるもんね、うん、私もなんか急に私に来ちゃった。いや顔隠してやりたい。ダメだよ。よし耳切れてるぞ。うまや、いけ。3 え3、2、1。もう一回お願いします。普通、普通しょうがないな。もうしょうがないね、これはね。しょうがないよね、かわいさはちょっと難しかった。仕方がないな。やったー、もう一回やるか。やった。じゃあこれは全部撤廃、うん、やった、やった。そうだな、しょうがないな、どうしようかな。じゃあ、うん、タピちゃんとユキちゃんがもう一回やって、うんうんうん、もう負けた方がもう罰ゲーム。実はですね、そう罰ゲーム2人分用意してあるから。なんでなんでなんで2人分あるの。なんかそれはさ、ちょっと次負けた人も罰ゲームね。よし、罰ゲーム好きなんですよ。うん、人にやらせるのがね。そう、全部人にやらせるから。え、2人分って本当に2人やるってこと。さあどうしようって。本当に嫌なんだけど。まゆさん部屋を、あたびちゃんとゆきちゃんでやろう。オッケー、じゃあ私が作って1ゲーム選手で、うん、しょうがないな、はい、負けた方が、はい、王様みたいなのになってしまった。みんな今さら罰ゲームのこれからにゃんってしゃべってとか。やば、クマなのに。クマ来てるのに、リラックマなのに。よし、にゃんでしゃべる。にゃんでしゃべる。じゃあにゃんでしゃべろう。にゃんでしゃべる。じゃあ今からプレイ中ずっと2人ともにゃんでしゃべってください。ゴビにゃんで、ゴビにゃん、ゴビにゃん、ゴビにゃん。わかったにゃん。おお、かわいい。かわいい。にゃんだろ。あ、そっか。いくにゃん。はい、にゃん。よー、顔面に当たったにゃん。何が当たったの。ボールが顔面に当たったにゃん。ほにゃん、もうかわいい。よいしょって、みんないいね。パブでもそぶにゃにゃ。ちょっと待って、何を言ってるのか分かんない。日本語で大丈夫だよ。テンパると何言ってるか分かんない。ああえ、どうした、ゆきちゃん。ちょっとどうした、ゆきちゃん。いい感じだにゃん。タピ頑張る。ちょっと本気タピ頑張れ。あ、あーバルト頑張るにゃん。みんなね、今日のねゲストだから今日しか見れないからね、罰ゲーム。私いつでも見れるよ。そう、タピちゃん頑張って。頑張って、待って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 、いいかもしれない。あと1点、あと1点、あと1点。私の時代が来たにゃん。ね、ちょっとさ、ちょっとさ、なんかさ、タピちゃん、あ、いいよいいよ。あれ、なになに、ハンディ、ハンディとかない。突然のハンディ、ない、ない、そんなことない。タビちゃん、そんなボールを打たないで。あ、頑張れ。頑張れ、どうしよう。お、いいよいいよいいよ。負けたくないよ。いいよいいよ。いいよいいよいいよ。あ、危ない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 。いいよいいよ。あ、待って、スタミナくれない。スタミナくれないよ。押したぬきが。あー、スタミナ、スタミナ、スタミナあげちゃダメだ、たぬき。ほい、いけ。やばい。あ、なんで返ってきた。なんで返すの、ゆきちゃん。なんで、なんで、なんで、なんで。あ、なんかビリビリしてるのはなんで。待って、やばい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 、あ、体力ない、体力ない、待って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 、届かない、めっちゃシュンシュンしたね。届かない、届かない、やばいって言ってるけど全然上げてるからね。体力に取られたら負けだからね。スタミナもね、くれないから、たぬき。
スタミナあげない。スタミナ欲しい時くれないよね。そう。今まだあるわ言ってたけど。これは勝った。やった。イエイ。イエイ。そう。普通に悔しいゲームで負けた。くそ。さすがです。タビちゃんやる。やっぱね、タビちゃんやればやるだけ進化するからね。進化するからね。でででででなんかもう盛り上げようと思ってわざと。負けたのかな絶対そう。どうだろうな。ほらみんなパチパチパチだって。タビちゃんナイスってみんな期待してたからね。でもあなたもやるんですよ。まさかにこれなんか。じゃあ私今勝っても意味なかった。あ、そっか。いやこの展開も私的にはもう最高ですね。この企画最高。この企画なんだ。結局やるっていうね。もう家主の権限ですよね。まよちゃんちのね。本当だよ。みんな見たいよね。ね。やったね。悔しい。いやいいね。さあ最初のあのテニスやってました感がもう今ゼロ。逆に言わない方が良かったかもしれないですよね。恥ずかしい思いすぎて、なんか言ったからみんなこうちょっとあの警戒してやばいぞみたいなね。本当に。でもテニスって結構面白いルールとかあったりするの？いや今のルールあれ以外ないの？何にも。タイブレーク難しいからやめよう。あ、やめた方がいいよ。難しいからやめよう。そうなんだ。壁打ちしかわかんないわね。練習じゃないけど、練習全然わかんない。そっか、難しかった。でも勝ってよかった。おめでとうだ。私結構フレンドとかもあれした？フレンドね、今日ね、ツイッターで募集した。いっぱい募集してくれた。じゃあゆきちゃんのツイッターを見ていただければ、その猫テニスのプロフィールかな、載ってるんで。載ってます、うん、ぜひフォローしてね。ね、はい、これは多分回想が10回までいけば、うん、あれだよね、チーム作れる、ね、あ、そうなんだ、うん、強いチームに入りたいな。ねえ、入りたいな。帰省したいな。帰省したいな。作らず作らず帰省したい。いいね、いいね。全力で帰省したい。いやー、これは面白い。しかし、あれだ、目隠しが1個しかないんだけど、うん、あ、じゃあ1人だ、同時にやるとあれだもんね。一人ずつやっていこう。じゃあ私ちょっと最初タピちゃんやろうか。うん、そっか、私が最初一番負けたから。そっか、私が最初か、うん、え、同じもの、同じものなわけないでしょ。あ、違うんだ。え、じゃあ目隠しし な, うん、そうだね、一人見てようか、うんうん、あ、なるほど。じゃあタピちゃんまず、うん、じゃあ真ん中座っていただきます。はい、一瞬くるりんぱします。さあ、これから罰ゲーム始めますよ。皆さんもう大注目ですよ。よし、よいしょ。目隠しがコンビニで買ったので、うん、あ、よかった。結構あの、あ、違うの、目隠しをコンビニで買ったのか。ヘアバンドじゃん。ヘアバンドじゃん。買ってきた何かかと思った。私もなんか触るものがコンビニです。いや、全然違います、全然違います。ヘアバンドで目隠しをしてください。なんだろう、シャ、ん、なんかすごいシュールだな。お、これなんかやばくない？すごいシュールだな。半分に折った方がいいんじゃないの？半分に折る、うん、ああ、これ目隠しっぽい。うんうん、うん、なんかさっきのなんか変な髪の変なキャラクターみたいな。変なキャラクターとは一体。つらいつらい。いいね、いいね、はい。結構ゴムの指圧がパワーさ、で目隠しのままずっといさせるっていう。ちょっとやめて、映してあげて、映してあげて。前髪が目に。どうしよう、どっちにしよう。ちょっと相談してきていい？軽めのがいいな、私。私リアクションできるかな。なんだろう。私なんか静かにいつもびっくりするから。そこに置いてあるんだ。パリパリ言ってる。なになになに。やばい。嘘。ちょっとちょっと。何何、嘘でしょ。やばいかもしれない。よし。それを触れるまよちゃんがやばい。そんなに？これは後で。うん、やだってまよさん虫触れるじゃん。無理ー。わあ。羽根ついた虫は無理だよ。ね、どこにあんの？どこ触る？どこ触る？あ、じゃあここに置いてくださって、手をこう、怖い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 、乗せてもらおう。ちょっと待って。
出てダメだ。ちょっと待って、うんうん、ちょっと今あれだから、あのなんかこぼれたりとかそういうものではない。うん、大丈夫だと思うけれど、すぐ持たないと動くかも。えぇ、ー、やだ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 。ちょっと今活発だ、ちょっと待ってね。え、そんなにやばいの。ちょっと私結構 両手を結構優しい両手で、ね、ちょっと待ってね。やーって、ない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 、気持ち悪い。なんでさ、また開いとるの。やーで、またもガーンで開いとるけど。何言った、ここに落ちるじゃん、ここに落ちるからさ。あ、そうか、太ももに落ちるのが嫌で開いたってことね。謎な、びっくりした。だってここに落ちた足にさ、なんかえーって乗ったらさ、おーおー、危ない危ない。さすがまよちゃん。はい、何 か当てるんだよ。何か当てないとダメだからね。まよちゃんどうやって。ちょっとなんで手開いてくれないのこの人。手開いてください。なんか細かい、なんか紐みたいのがなんかこう、なんか触覚効果。うんうんうん。何か当てて、何か当てて、当てるまで目開けられません。こすりつけてるでしょ、手のひらに。こすってないよ、私触ってないもん。私触ってないんだよ、勝手に。いや、すごい、顔がマシンになってる。かわいそう、かわいそう、鳥肌立っちゃう。え、なんだろう、私はあれにしか思えなかった。食べ終わったさ、ぶどうのヘタにしか思えない。じゃあそうかも。じゃあ食べ終わったぶどうの下手かなとか思っちゃってる今。食べれるんだったら別にいいよ、挑戦してみて、うん、いや口に入れてみる。いや、いやだ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 、ちょっと腹下したくない。ないゆきちゃんの方に飛んじゃった。この辺来ましたよね。ゆきちゃんが散り上がってた。そんな目に見えても嫌なものなの。結構嫌だよね、これ目に入れるの嫌だよね。目に入れる。入れるって日本語おかしかった。え、マジで。お腹痛い。え、嫌だ。やだ、びっくりした、めっちゃびっくりした。なになに、ねえ。私ちょっと面白すぎて番組進行できた。よしよし。いやー、待って、びっくりしたもん、本当に。なんなのもう。切れ出す。もうね、もうびっくり。早く当ててください。ちょっとここ置いてください、ここに。置けないんだって、動いちゃうから。置くから置けない。私が持ってないと動いちゃうの。あ、なに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 、絶対動いちゃうんだって。笑いすぎて、この辺とかも全部疲れてる。わかんない、この辺とかも全部疲れてる。今日一番、あの外歩いてる時は汗より汗かいてるんで、ちょっと待って。エアコン効いてるの。なんかね、虫臭い。虫臭い。なんだ、なんだろう。え、ちなみにさ、みんなも分かってないんだけど。え、ちょっとみんなにカメラでアップにして、うん、カメラにもう一回アップで。ちょっと待って、びっくりするじゃん。これだよ、わかんない、これだよ。分かったよね。た、じゃあ最後にじゃあ次、なんか 3択欲しい、うん、むずいな、3択難しいな、ね、こっちがむずいわ。ぶどうの下手ではない。なんかさ、いくよ、食べ終わったぶどうの下手から。じゃあ置くよ、はい。これさ、うん、なんかあのおもちゃの虫、うん、お目開けてみようか。ミネバンとかで売ってる、おもちゃの目開けてみようか。持ってから目開けて。待って待って、もういきなり来るの。いきなり来るの無理。目開けてごらん。なんで。なんで。だと思った。うそ。ミネバン、ミネバンの、これリアルっぽい。リアル、超楽しませていただきました。ありがとうございます。おー、ナイスファイト。見てくれて
てる人よりまゆちゃんの方が喜んでる、はい、私ねゴキブリで全然触れるんですよ。ゴキブリ触れるだからね、私本物がいいなって思ったんです。いやそれはやばい。なんかスタッフさんにグロい提案めっちゃしたらさすがにね、うん、そういうのはダメだと思う。そうまゆさん虫大丈夫なんですよ、ね、そうゴキブリは全然触れるんですよ。ゴキブリ触る機会もないけどね。部屋にいたらね、部屋にいたらこうポンってね。はい、ゴキブリでした。あー面白かった。そうなんかということで今日もね待て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 、すごいのが早いね。ちなみにみんなゴキブリって分かってないっていうね、うん、緑虫、ゴキ太郎、ゴキ太郎何それ、ゲンゴロウとか、ずっとゲンゴロウってコメントがあった。ゲンゴロウなんて、え、見せましたカメラ、うん、めっちゃ見せた、うん、もう余裕じゃん、触れんじゃん。いや本物じゃなきゃいけますよ。ゴキちゃんでした。はい、ありがとうございます。ひっくり返ってる。ゴキブリね、普通普段飛ばないからね、うん、IQ が何かになると飛ぶんですよ。なんか、本当に本当に命の危機を感じると、そうそう、いきなり、あ、俺って飛べるんだって。え、知らないの？それまで知らないの？そう、知らないの。やばいよね、自分のそうなんかあの能力解放するみたいな。そう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 、そしたらいきなり IQ が200ぐらいになって超強くなるから、飛ぶ前に捉えなきゃいけないんですよ。へ、豆知識でした。ちなみにホコリがいっぱいあるところはゴキブリ通れないんだって、うん、なんで滑るから、うん、あの子たちね、うん、潔癖症なの。もうやめてよ、バイキンだけのくせに。なんか石鹸かけたら死ぬって言います。そうそう、あ、それはそうだね、殺菌が、ね、そうそう、っていうことはあれ自体がバイ菌じゃない。でもなんかね、ホコリのところはね通りたくないんだって、自分の意思で。そうそうそう、嫌なんだって。なんかあれじゃない、足に絡まるからね。あ、筋肉なる。そんな鏡見たら死にたくなるやつじゃん。いや、自分も自分汚いみたいな。かわいそう、ゴキブリ。いや、いい、かわいそうじゃん、かわいそうとか。はい、でゴキブリでした。ありがとうございます。今ね目隠ししてね罰ゲームやってるんですけどね、タピちゃん終わりましてね、はい、じゃあまた次はね最後にね、ゆきちゃんがね、ゆきちゃんがね、なんだろうね、目隠しこれ大丈夫？いや、うん、結構視圧やばいっす。大丈夫？視圧なんか圧迫圧迫感が本当だ。いい、割と圧迫感強いですよ。でも大丈夫。うん。OK。うん、さあ皆さん、お待ちかねの。ギュってなってるか見えない、ここから。お待ちかねのゆきちゃんが。ゆきにゃんってみんなコメントくれてますね。ゆきにゃんだよ。よし。いや先に見せましょう、ちょっと。うん。あー、嫌だな。こういうやつやったことないよ。ちょっと思ったんだけど。はい、これです。なんです、超ね。いや怖い、見えないの怖い、本当に。見えないさ、ちょっと何かよくわかんないかも。G入れとこ。G で書く。ちょっと待ってね。え、何かわかんないものを私に触らせるわけ。結構ね、カメラだと、うん、あ、カメラだとわかりにくい。やばい、えぐい、えぐい、グロ画像、グロ画像、グロ画像だよ、やばいよ。お食事中の方ごめんなさい、お食事中の方ごめんなさい。伝わったかな。いや怖い、やったことない、怖いよ。これやばい、これやばいわ。なんで、やだやだ、これ結構やばい、やばい、やばそう。ちょっと待って、うわ、ね、まゆちゃん家にね、すごい黒い、私の味方一人もいない一人でいじめられてるだけみたいな、はい、こちらをね、あ、怖い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 、どうしようか、うん、ちょっと今テロップ出してるから待ってね、ちょっと喉かれちゃったごめん、人にやってる、なんで一息つくの、私ずっとビクビクして待ってるのに怖いよさてと、うん、あ、みんな分かってきたね、うん、そうです、そうです、分かった、みんな、そう、グロがって言ってる、グロいよね、お食事中、閲覧注意ですね、ほんとだよ、やばいね、いや怖い、何にもこれ結構やばいね、分かんないのが怖い、ほんとに。じゃあ、うん、両手を、なんでさもう嫌だ
池田旅さん、なんかよくわかんない、ちょっと待って、うん、まあいっか、オッケー、うん、書いて、今何タイム、何タイム、うん、じゃあ手を開いてください、うん、はい、ゆきちゃんネイルが可愛い、ありがとう、ちょっと待ってね、あー怖い、どうしようかな、怖い怖い怖い、本当に怖い、いやどうしようどうしよう、なんだっけこれ、これなんていうの、あ、でもこれめっちゃびっくりする、これはいいですね、こんな感じでどうでしょう皆さん、なになになに、いきます、いきます、待って待って待って、なんかちょジャブみたいなのない、ジャブみたいな、ジャブ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 、ちょっとね、ジャブ、あ待って、あ暴れる、あーねえかわいいよ、絶対生きてないでしょ、生きてないでしょ、あーなになのか分かんなかった全然、待って落ちたらやダメなやつ、ん、あ、ちょっと待って待って、無理これ結構ね、私だから触れるみたいなところあるね、本当にマジで、サビちゃんガチ引き、いやだ、なんか分かんない、なんだか分かんない、なんかでも柔らかくて冷たい、あーだだだ、分かった、 あれでしょ、あの何、イカの、イカ、あの、うん、さばくときにさ、こんな、うん、手に取ったらさ、あの、炭入ってんじゃん、袋、はい、臭いやつやん、炭の炭袋、そう、そんなの出してこない、あー大丈夫だった、あーおっとっとっと、なになに、見えづらい、ちょっと、なんでかわかんない、絶対イカの炭の袋、ちょっと待って待って待って、なんか、そこが尖ってる、尖ったものがある、ちょっと尖ってる、尖ったものがある、尖ったものここですね、ここやばい、ちょっと暴れてきた、でもね、暴れるものないよね絶対、あ、ちょっと待って待って待って、あーいやーやばい、動きない動きない、まさかの手じゃないところにもやってくるという怖い、怖い、マジごめん、ごめんなさい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 、本当ごめんなさい、ちょっと待って、ここにいる、絶対ここにいる、絶対ここにいるんだけど、もう動けない、怖い、当ててください、当ててください、あーちょっと待って待って待って、本当にね、あのね、わかった、当て、当てないしよ、ちょっと待って、違うよね、ここで当てられない、やばい、超可愛いんだけど、死にそう、死にそう、ここは、これでやる側超楽しいわ、ここはね、あのね、ここは私の、あのね、あのね、ここは私のしか言ってない、さっきから、どうした、どうした当てる、そろそろ手に置きますか、うんうんうん、当てに行くね、うんうんうん、なにプルプルしてる、なんなの、絶対イカスミでしょ、なんでイカスミなの、なんで、あっちゃう、なんで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 、これさ、うん、あのさ、あれじゃない、なんかスライムの、うん、これスライムじゃん、え、これスライムじゃない、え、これスライムじゃん、めっちゃ気を出しちゃった、はい、じゃあ目隠しを外してみましょうか、だよね、うん、目隠しを外し、ま、待って待って待って、うんうん、おう、何、手をじゃあ、手をじゃあちょっと出し、うん、ちょっとここなんかちょっとなんだけど、ここね、ちょっと失敗した、はい、行きます、はいはい、あ、ちょっと待って、見えない見えない、混ぜてんの、あ、髪が痛かった、あ、オッケーオッケー、いや、混ぜてんのスライムでした、当たった、中にゴキブリのおもちゃが入ってます、絶対イカスミの袋だと思ったもん、なんでイカスミ、こんな柔らかいものなくない、スライムってこんな柔らかかったっけ、でもさ気持ちいいよね、気持ちよかった、これって何なんですか、これん、ス
なんかスライム、ちなみにさっきタピちゃんがおっしゃってた通り、うんうん、その某ビレバン、某ビレバンで購入いたしましたスライムとゴキブリでした、うん、いやよく行くからね。ちょっともう暑いね。暑いし、なんかすげえだけどこの放送疲れる放送となっております。やばいやばいね、すごかったね。どうどうやってみて。いや、ぐったりぐったりだよ、ぐったりだよ。テニスより疲れるぐったりだよ。テニスより疲れるね。今日なんか女子会でなんか遊びにおいでよって言われたからさ、うん、来たんだけど、なんかあーわいわいわきあいあいそんな感じかなと。なんかいじめられてるか、いじめが あると思わなかったな。あると思わなかった。やばいね、ゴキブリ入ったまんま出てこないし。ちょっとあのスライムなんか気に入ったそうです。スライムがいい感じですね。スライムの中は大丈夫なの。でもこれね、うん、手につかないしね、うん、つかない。ちょっとしっとりする。なぜか、なんでイカのあれだと思ったの。だってなんか柔らかいし、ちょっとなんか水分があるから、なんで、なんなのって。なんか濡れてると思って。そう確かにイカこう裂いた後の、うん、そのちょっと周りの水滴を取っそうそうがついてるなんか、うん、袋かなって。でグロ画像って言ってたから、うん、確かに内臓だしなみたいな。ってことはイカさばいたことあるんだ。ある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 。だってさ、わからなくない。イカさばかないから何の話してんのか一瞬わからなくて。どんなになってるのか全然わからないから。おコメントが1000件を超えました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい1000コメント、すごーい、すごーい。なんかもう喉がまよちゃん、いやこれはちょっと、うん、リベンジしたい、ね、リベンジしたい。このね、人にね、こんななんか虫とか旅行とか、ね、そして2個しか用意してないから私にはもうできません。そっか、イエーイ。やったね。持ち歩いとかなきゃな。持ち歩く。ゴキンスライムって。ゴキンスライム、本当だよ、やばすぎやろ。いやこれゲスト来てくれなくなるぞって言われて。ド S なんだもん。あれ、うん、音出てます？音？白猫の？あ、白猫の音が出てなかった、うん、もしかしてずっと。いや、さっき全部オンにしました。あれ？いや、いい光景見させてもらったって。よかった、なんか顔が赤くなってる。何だよ、叫びすぎて。やばかった、すごいね、よかった、ありがとうございます。嬉しかったでも、ね、結構ね、これも早く終わっちゃった感じなんだけど、あ、そうなんだ。これが一番黒い。うわ、いいねそれ。じゃあさ、これカメラに向かってさ、ね、私こう画面出すからさ、ガチャ引いて、ガチャ引いちゃおう。引いちゃいましょう。何狙ってるんですか。なんだっけ、なんか、ね、うん、かすみちゃんと、うん、あともう一人なんか強い子が、うん、こんなのいたんだけど、男の子これ、これだ、この人。あ、緑色の、うん、なんだっけ、もうすぐ出てくる。あ、違う、普段じゃなくて、緑色の人割と後半出てきた気がする、うん、そうだね、出てこないぞ。ほんと緑色の髪、ドレインフィンパ、はい。いや、それはなんか技の名前だ。ダグラス、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 ダグラスが面白いですね。すげー名前だな。ドレインファングって名前なのかな、と違った。違う違う、ダグラス聞いたことないなと思って。ダグラスでした。はい、じゃあ私、ね、うん、何回弾ける。2回弾けるから、2回弾いて、行っちゃえ、せっかくだからね、うん、放送で弾かないとね。ね、画面が映んないのがすごい悲しいけど、うん、じゃあちょっと前に出ていただいて。いきます。はい。いくよ。ほい。てるん。ゆきちゃんの顔が映ってない。あ、映った。でででで。何色のボールかね、まだ。まず。金。おお、いいね、来たよ。なんでみんなそんないいの？ん？何この人？超ギャル。超ギャルを。何？すごい、すごいね、結構強そうだけど、すごい、なんかこう、いやいやいや、逃げられるみたいな感じと、ラスターだって。太陽と音楽のクロス、意味わかる。スーパーショット、バナナトライ。弱そう、超弱そう、超弱そう。バナナトライ、超弱そう。
ごめん、こんなキャラ好きな人いたらごめんなさい。これさ、もしかしてさ、バナナトライってさ、私、うん、今日対戦した相手で、うん、バナナが周りにポポポポってなって巻くの皮で、超うるさい人じゃん。それね、踏んだら滑って転ぶの、私なんか意外とうざいです。意外とうざい、うざい、めっちゃうざいやつじゃん。マスターうざい。この世してうざいってやばい。うざさしかない。うさ苦しい。残念。でもね、バナナをゲットしたね。いや、使うよ、バナナトライ。うん、いっとこう。当で当たった人はどうぞよろしくお願いします。はい、盛大に飲んでください。絶賛ゆきちゃんに滑らされるという。よっしゃ、次。もう一回いくよ。チケットで引いた。でれん。金こい、金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 、こんな感じ。おお、はい、私もカリンさんを持ってる。カリンさん持ってる？そう。使ってる？いや、使ってない。いや、使ってないです。私も引こうかな。あ、なんでそんなになるの？ちょっと、うん、いいな。さっき課金したんだよね。マサさん、魔法のカードするからね、魔法のカードね。悲しいね。だってね、うん、ちょっと見てほしいんだけど。うん、スタッフさん、スマホ変えた。これかな。あ、来たかな。来た来た。だってね、キャラ見てほしいんだけど、うんうんうん、見たい。ひどくない？こんなに引いてんのに。なんかおじいちゃんとかさ、ピエロみたいな。一個も出ず、欲しいよ。出ない。なんか見せ物、私数時間しましたけど出ない。ほんと出ない。そんなにいいんじゃん、私ラッキーだったんだ。うん、かった。でもなんかこれ可愛いなと思ったんだけど、うん、耳かわいい。本当だ、ケモ耳かわいい。ちょっと犬やしゃみたいな。あ、わかるわかる。ケモ耳いいっすね。よし、じゃあ一回だけ引こう。うん、いいの出たらいいな。ね、狙ってるキャラとか特にない。もうだってもうそんな欲張ってらんないですよ。もう星4だから。でもこのリリース記念のこの子たち出たらもう何だっていいですよ、もう本当に。でも強いて言うならこの子好きみたいな。うんうん、ごめん、私あのね、ガチ勢じゃないんで見た目で選びます。うんうん、はい、マールちゃん。やっぱ可愛い。めっちゃ可愛くない、うん、こんな子いたらもう、うん、かわいい。超可愛いよね。でもかすみちゃんも可愛いなって思う。うん、あ、ちょっと女の子の星音が出たら嬉しいなみたいな感じかな。あ、止まってない、大丈夫これ。あー、ちょっとスタッフさん止まってる。止まってるし全然金じゃないし。そうでしょ、獣耳ですよ。変だよ。つらい。画面止まってますけど見えないかな。星にみんなタフな体勢な。ああ、なかなか出ないですね。熱血たる獣人、獣人、獣人、これ獣人読めるよね。ちょっと危うくない？危ういじゃん。危ないんだって。獣人、獣人。やばい、もう辛い。なんでこんな出ないんだろう。こんな出ない、うん、結構視聴者の方々はみんなどのくらい引きました？引きました、ね、教えてください。結構引いた人いるのかな。なんかこのくらい、このくらい課金しましたとか、リスマラ何時間課金しました、このくらい課金しても出ませんでしたとか、あのリスマラ何回しましたとか、何時間しましたとか。かわいい、かわいい、まるちゃん、かわいい。ラッキー届けに来て、届けに来て。ラッキーないの、アンラッキーなの。届けに来て。虫触ったしね。ほんとだよ。あれ今何になってる？あれ、ここ映ってる？うん、ここが映ってる。あらら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 、あらららららら。はい、オッケー。もうでもスタッフさんも大丈夫です、ありがとうございます。スマホは、はい。そろそろね、
終わりに近づいてきたからね、トークしながらね、ちょっと次回の話をしたいなと思います。上にねハッシュタグ出てるよね、これなんだろうね、あれれれ、今日はちょっとタピちゃんと私ゲーミーガールと電話だったんですけど、うん、なんと次回もゆきちゃん来てくれるということで、うん、いやもう来ないかもって、そうそうそう、復習するためのグッズ持ってきた、来週も来るからゆきちゃん体調不良ですあまりにも罰ゲームひどかったかもしれないけどね、ちゃんと来てくれる、聞きますよ、よかったで、ゆきちゃんとね生電話っていう企画をやりたいなと思いますね、嬉しい生電話、そうなんかこんな感じで、あの毎週木曜日8時半から放送しているので、うんうん、あの来週の水曜日までにこちらのハッシュタグ、うん、上のハッシュタグをツイートして、かつこちらのチャンネルですね、うんうん、あのタブレットとかスマホで見てる人は、うん、あの放送画面の下を見ていただけると、うん、フォローが出てるので、うん、こちらのチャンネルをフォローして、かつこちらのハッシュタグでツイートしていただいた方から先着じゃない間違えた、抽選で1名様に1名様、はい、ゆきちゃんと生電話の、はい、当たるようになっておりますので、来週水曜日までです、はい、はい、緊張するかもそれ、何を話そうかちゃんと決めとかないとね、うん、そう、あの3分、あっという間だよ、うん、歯が抜けちゃうからねうどんで、ね、うどんで歯抜けないようにしていただいてちゃんと喋っていただいて、はい、そう毎回こんな感じでちょっとプレゼント企画とか罰ゲームとかいろいろやっていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ応募してください。もう一度お伝えしますね、こちらのゆきちゃんと生電話っていうハッシュタグをツイートしてつけていただいて、なんかね番組の感想とか書いていただけると当たりやすくなるかもかもしれないな、知れないよ、はい、とこちらのチャンネルをフォローしていただいた方から抽選で1名様にゆきちゃんと生電話の資格を差し上げたいと思います。いいな、ぜひぜひ応募してください。電話なんか生でこう会うのと電話はまた違うから、でもさっきちょっと緊張したよね、こっちもなんかドキドキする、うん、ね、なんかどんな人なんだろうみたいな感じで、うん、あっちも ね、 とね、うん、違うね、いや今何時なんだろうと思って時計見たらさ、うん、見て止まってる、うん2時、まさかの2時2時、何どうしたこの時計、止まってる、ずっとつけてたこれ今日、今ねこの時間です、今9時55分ですつけてる、もう意味がない、意味がない、え、まさかスライムで壊れたわけじゃないんですよ、違う違う、スライムで壊れた、めっちゃびっくりした、もう止まってる、2時15分、2時15分深夜の2時15分、時間が経つのが早いね、ほんとだよ、早い早い、全然まだ9時55分でしたねはい、こんな感じで放送させていただきましたけど、皆さんコメントたくさんありがとうございます、うん、ありがとうございます、1万100件を超えました、うん、再生数が、あ、間違えた、1200件のコメント、再生数も1万を超えました、ありがとうございます、すごい黒画像だったのに ねみんなありがとう、大丈夫、みんなご飯食べてなかったかな、うん、まあね、今だったらコメント読みタイム、読みきるよ、うん、なんか読み読みしよう、今コメントしてくれたら読めます、読めます拾ってくれるかも、拾ってくれるかもみたいな、ね、あ、そう、ゆきちゃんが拾ってくれるかも、私の、ね、番組ね、いつもこうコメントしてくれる面白いスタッフがいるんですけど、スタッフさんがコメントしてくれてる、あの、そういうこと、どういうこと今日は、今日はなんか私のアイコン使って買ってみた、そうそう、そういうこと、ね、ちょっと面白いの、今日いないんですよ、残念、そのスタッフさんと電話できないんですかとか言って、うん、まあ希望していただければもしかしたら誰得レイさんありがとうございます、お、ソーシックさんもありがとうございます、ありがとうございます、いつも応援してます、ありがとう、お、初見でしたが楽しかったです、ね、お、嬉しい、嬉しい、すごい、うん、お、ゆきにゃん、うん、今日めっちゃ可愛かったって本当、ね、ありがとう、でも珍しいもんね、髪上げてるのとか、あ、そうかも、すごい可愛い、うんうん、今度から上げようかな、暑いし ね暑いし、夏仕様だね、夏仕様、夏仕様、生電話緊張する、うん、いや実際電話してると緊張しますもんね、うんうんうん、かわいい、あ、いいよ、しゃべってちょっと見とれてしまった、かわいいでいいよ
はい、そうさっきねスタッフさんが、うん、最初カオくんと電話する前に、うん、一応確認ということで電話していただいたんですけど、うん、ずっとイケボイケボイケボってずっと言ってて、スタッフさんがイケメンボイス、そうなんだ、それでちょっと興奮しきっちゃった、ね、それで興奮しきっちゃったあんまり体力使い切っちゃった、ちょっとイケボで結構興奮してたよ、あ、ほんとにこれでまうやろうっつってたツイッターでツイッターでツイッターでそこはツイッターなんだその場で言わないんだ面白い、イケボスタッフと話したいなんでこんなスタッフさん人気なんだろう、ちなみにスタッフ一人じゃないのでね、いろいろいますからね、はいさて仕事戻ります、いってらっしゃい、いってらっしゃい、頑張って、うん、お、ゆきにゃん、まよさん、たぴちゃん、大好きです、うん、ありがとう、ありがとう、嬉しいね、はい、あ、あと1分になっちゃった、あ、間違えちゃった、あ、なんかで、まあ、よくまよさんのこの、うん、チャンネルすごい罰ゲームが、まあ、もう定番になってるので、うん、こういう罰ゲーム見たいなとかあったらそれも ね書いてくれると嬉しいし、もしかしたらそれを採用するかもしれない、でも今日はね、うん、結構過激だったよ、うん、過激だったね、今までののとは今までなんか恥ずかしい、うん、え、来週もあるの罰ゲーム、うんやっぱりあるんだあるんだ、絶対負けたくない、もう、ね、私の性格が悪すぎてもう絶対罰ゲームしたい基本的に S なんですよねそうやりたいよね、 S でもそれでもうこうキャーってなって女の子を見るのがもうねたまらないです、視聴者の気持ちになってね、はい、もう誰よりも視聴者の気持ちになって確かにやる方は楽しかった、楽しい、楽しい、ごめんね、いや優しい優しい優しいすごい楽しかった、よかった、あ、10時になっちゃった、あ、もう10時、はい、またね、次週も、ま、来週の木曜日8時半からこの3、あ、この3人じゃないのか、うん、そう、あのゆきちゃんをお出迎えして、うん、一緒に放送していきたいなと思いますので、はい、それまでにね、ゆきちゃんと生電話つけて、まあ、もしよろしければどんな罰ゲームしてほしいとか、なんか欲しいみたいなのがあれば言ってくださいということで、はい、フォローしてくださいね、皆さんよろしくお願いします、まあこんな感じで本日もね終わりにしたいなと思います、まよちゃんち、またよろしくお願いします、来週、じゃあみんなでまたねを、この時間で、はい、またお会いしましょう。